こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではワンマイルウェアというテーマでお話をしてみたいと思います。皆さんはワンマイルウェアという言葉聞いたことがあるでしょうか？これはどういうものなのかというと、ワンマイルってだいたい距離にすると 1.6 キロぐらいなんですね。まあ、この 1.6 キロ範囲内を快適に過ごす、おしゃれに過ごす着こなしのことをワンマイルウェアなんて呼んだりします。結構ですね、徒歩圏内でコンビニに行ったりですとか、ちょっとしたお店に行ったりすることって皆さんも多いと思うんですよね。このちょっとした範囲内の着こなしって結構僕は大切だと思うんですね。実は着てる時間も多いと思いますし、まあ、ちょっと近所の買い物だから何でもいいやと思って適当な格好をして出かけた時に限って知り合いに出会ってしまったりだとか、そういうことって結構あるあるじゃないですか。僕もそういったことは今までに何度も何度も経験しました。その時に気まずい思いをしないためにも、自分なりに心地が良くてある程度おしゃれなワンマイルウェアというものを用意しておくと結構便利なのかなと思っています。そしてこのワンマイルウェアというものが充実してくると、結構休日の気分というものが大きく変わるものなので、ぜひ皆さんにもですね、今回を機にワンマイルウェアというものをお楽しみいただきたいなと思っています。で、ワンマイルウェアで大切になることはいくつかあるんですが、まずはですね、圧倒的に着心地がいいこと、これは重要ですよね。やはり 1.6 キロ圏内ということで、リラックス感というのが大切だと思うんですね。わざわざこの範囲内でジャケット着て革靴履くってことはないと思うんですね。ですので、なるべく着心地が良くてリラックスしている状態のもの、これはすごく重要だと思うんですね。その一方で、ラフすぎるものもあまり良くないのかなと思っています。例えば上下スウェットにサンダルだとかね、こういう形だともうすごくカジュアルになりすぎてしまうので、休日着満載になってしまうので、なるべく避けた方がいいかなと思っています。あと全身全部ユニクロっていうのもなるべく避けた方がいいですね。これだとあまりテンションが上がらないので、少し価格帯を上げたものもミックスしていくと良いのかなと思っています。それを踏まえた上で、どういったアイテムを具体的に揃えていけばいいのか、これからちょっとお話をしていきたいと思っています。実はですね、今日僕がしている格好というのは僕のワンマイルウェアなんですね。ちょっと解説したいなと思うんですが、 T シャツですね。まずこれはもう着心地のいい T シャツです。その上にカーディガンを羽織って、下はブラックのパンツを履いています。これが僕にとってのワンマイルウェアの一つの型なんですね。まず T シャツというのはもう間違いのないアイテムで、着心地が最高にいいものじゃないですか。で、僕は今回 Y3 というブランドのものを着ています。幼児山本というブランドとアディダスというブランド、この2つのブランドのコラボレーションラインが Y3 なんですが、まあ、正直ですね、そんなに安くはないです。 T シャツ1枚で着ても様になるものっていうのはそこそこ投資をした方がいいかなと思うので、僕は Y3 を着ていますが、これがユニクロの UT とかだとなかなか様にならないので、ワンマイルウェアで着る T シャツというのは少し背伸びをして購入をした方がいいかなと思います。例えばビューティー&ユースですとか、エディフィスのようなセレクトショップで買うのもいいかなと思いますし、ユニクロよりちょっと上げてチャオパニックティピーだとか、こういったところで買うのも良いかなと思います。 T シャツに関してはいつもよりも少し高めのものを買ってみると、ワンマイルウェアに落とし込む時にも使いやすいかなと思っています。ワンマイルウェアだけじゃなくて、少しおしゃれ着として使えるような価格帯のものだとより便利かなと思っています。僕は今 Y3 のものを着ていますが、どうしてもユニクロのもので揃えたいという場合は、おすすめなのがですね、今期ユニクロ U から発売されたエアリズムのシリーズがすごく良かったかなと思います。1枚で着てもですね、様になるんですね。ちょっと袖が長めにできていまして、身幅もたっぷりと取ってあります。ちょっとビッグシルエットの雰囲気が伝わるような1枚になっているんですが、こういったものであればこの内側に着てもバランスがいいのかなと思っています。そして結構ポイントなのがこのカーディガンですね。 T シャツ1枚というのは楽でいいんですが、失敗するとカジュアルになりすぎてしまうんですね。ですので、その上に1枚羽織ってあげると、少しですね、大人っぽい雰囲気というか上品な雰囲気が作りやすいんですね。ですので、僕はこの T シャツの上には、まあ、夏場でもですね、結構カーディガンを羽織ることが多いです。こちらはユナイテッドアローズで今から2年ぐらい前に購入をしたカーディガンになります。こういった薄手のカーディガンを1枚持っておくと、ワンマイルウェアをちょっときれいめに振ることができるので、皆さんも用意してみると良いかなと思っています。まあ、ユニクロも悪くはないんですが、もうちょっと価格帯を上げて、グローバルワークですとか、チャオパニックティピーですとか、ユナイテッドアローズのグリーンレベルなんかで買い揃えるとすごく便利かなと思います。そしてこれだけではちょっと寒いかなという時に用意しておくといいのが、ナイロンジャケットですね。僕はこちらのアークテリクスというブランドもですね、あとはですね、ノースフェイスのものなんかも良いかなと思います。こういったものを1枚羽織ると風も避けられますし、ある程度あったかいかなと思いますので、1枚用意しておくといいかなと思います。こういったものはスポーツミックスの着こなしで最近はよく用いられるので、ぜひ皆さんも1枚はですね、
バリッとしたナイロンジャケット1万5000円から2万円ぐらいの範囲内で用意しておくとすごく便利かなと思っています。もしですねもうちょっと予算を抑えたいなという方はユニクロのブロックテックパーカー、これも定番ですね。こういったもので代用されると良いかなと思っています。はい、続いてはボトムスなんですね。ボトムスにおいても重要なのは何といっても履き心地の良さなんですね。それでいてシルエットがある程度綺麗なものの方がバランスが良いのかなと思っています。僕は秋冬に関してはブラックジーンズを履くことが多いんですが、実際ブラックジーンズというのはタイトなものになればなるほどですね、夏場はめちゃくちゃ暑いんですね。光を集めますし、ピタッと張り付いてるとやっぱりめちゃくちゃ暑いんですよね。ですので春夏に関しては僕はちょっとリラックスしたパンツを履くようにしてるんですね。で、今僕が履いてるのがグラミチというブランドのものなんですが、もともとはクライミングパンツのブランドなので非常にこう動きやすいアイテムになってますね。ストレッチもすごく効いてるんですね。このグラミチというブランドなんですが、最近では様々なセレクトショップとコラボレーションをしていまして、結構ですね大人っぽくて綺麗めなグラミチのパンツも増えてきてるんですね。僕は昨年アーバンリサーチというお店で買ったこのグラミチのパンツを履いてるんですが、ソロテックスという素材を使っていてかなり薄手で生地の質感も上品な感じなんですね。これはですねめちゃくちゃ気に入っていまして、去年しこたま履きました。今年も同じようなシリーズやってますので、ぜひ皆さんも検索していただきたいんですが、アーバンリサーチですとか、あとはユナイテッドアローズグリーンレベルですとか、エディフィスですとか、様々なショップがこのグラミチとコラボレーションしているので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。かなりストレッチが効いてますよね。これだけ楽なパンツってないかなと思うので、めちゃくちゃおすすめしたいなと思っています。グラミチといったらこの紐ですね。ウエストをこう調整ができるんですが、この紐状のものがちょっと長くなっていて、先端にロゴがついてるんですけども、これがコラボレーションモデルだと結構色が違かったりして、僕はそういったところも楽しみながらグラミチのパンツを履いています。で、本格的な夏に入ったら僕はショートパンツですね、こういったものを履くようにしています。はい、こんな感じですね。こちらも全く同じ素材のものでグラミチのものを昨年購入しました。これもストレッチも効いていてめちゃくちゃ履きやすいんですね。まあ、ショートパンツに関してはもうできればブラックですとかネイビーのような濃い色を選択していただきたいんですね。ただですらこうカジュアルなアイテムなのにここに色があるとですね、なかなか大人の男性には似合いにくいので、できるだけ単色ブラックかネイビーのものを選ぶと良いかなと思っています。このロングパンツとショートパンツ2本あるとワンマイルウェアとしてはすごく重宝するかなと思っています。はい、そして最後は靴ですね。靴に関してはこちらも2パターンあると良いのかなと思います。1つ目はもうスニーカーですね。なるべく履きやすいスニーカーというものを用意した方がいいかなと思います。ナイキのスニーカーですとかニューバランスのようなものでロゴが入っているものの方が、ちょっとスポーティーな雰囲気もあるし、ワンマイルウェアには馴染みやすいのかなと思っています。僕はですねナイキでもニューバランスでもなくてですね、ホカオネオネというブランドのものを履いています。こちらですね、ちょっと汚れてますね。結構公園で激しく子供たちと遊ぶのでめちゃくちゃ汚れていますが、こちらのモデルを履いています。ちょっと厚底になっていて、今最近のトレンドともすごく合っているので、こういったちょっとこうボリューム感のあるスニーカーの方がワンマイルウェアには合いやすいのかなと思います。ナイキだったらエアマックスシリーズですとか、ニューバランスであれば M996 ですとか、こういったシリーズが良いのかなと思いますので、少しこうスポーティーな雰囲気のするスニーカーを用意しておくといいかなと思っています。そしてですね、真夏はですねスニーカーも暑いなと思うのでサンダルを用意しておくと良いかなと思うんですが、こちらは去年僕が買ってこれまためちゃくちゃ活用したのがテバというブランドのサンダルですね。ここ数年トレンドになっていまして、街で履いている方も結構増えましたね。これはですね足首をしっかりとフォールドしてくれるので、結構サンダルの中でも歩きやすいかなと思っています。僕はこれを履いたまま海なんかにも入っちゃったりするので、結構いろんな場面で活躍するサンダルなのかなと思っています。足元でトレンド感を出すというのは一つのポイントなのかなと思いますので、テバのサンダルはぜひお勧めしたいなと思っています。一方であともう一つですね、ビルケンシュトックというブランドのサンダルも持っていまして、この2つをですね回しながら僕は履いています。はい、ということで僕が実際に愛用しているワンマイルウェアをいくつかご紹介をしてきました。ポイントとなるのがですね、履き心地がいいこと、そしてデザイン的にもシンプルで使い勝手がいいもの、こういったものを揃えた方がいいかなと思っています。あと色合いに関しては僕はブラックとかネイビーのような
濃い色、もしくはホワイト系ですね、こういったものを選ぶことが多いですね。今 T シャツはちょっと薄めのベージュだったりするんですが、まあ、ちょっと先ほどはお伝えしてなかったですが、こういったユニクロのロンティーですね、ワッフルロンティーなんかもすごく使い勝手がいいんですね。僕はこちらも愛用しています。モノトーン系で統一するとすごく着こなしが楽なので、できればですね黒とかホワイト系で揃えていく。でワンポイントですね、ベージュだとかこういった薄いピンクだとかアクセントカラーを添えてあげると着こなしに華やかさが出せるのかなというふうに思っています。そしてワンマイルウェアだからこそ少し気分が上がるような価格帯がやや高めのものを取り入れてもらうといいかなと思います。例えばナイロンジャケットとかですね、ノースフェイスだとかアークテリクスのようなものが1枚あると主役としてはすごく気分が上がりやすいかなと思います。パンツに関してはグラミチですね、まあ、値段も決して安くはないんですが手が届かないほどの高さではないです。ちょっと背伸びをして 1,2 本揃えておくとしばらくは使えるかなと思いますので、ぜひワンマイルウェア、自分の気分が高まるものをですね皆さんには買い揃えていただきたいなと思っています。ぜひこちらの動画を参考しながら春夏のワンマイルウェアのお買い物を楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。